ワオン。ワオン。ワオンは、イオンリテールが発行する IC カード型前払い式電子マネーである。イオンの登録商標、第508万1687号。先行して実績を重ねてきた交通系、スイカなど、独立系、楽天エディなどに対して流通系と称される電子マネーの一つで、プラットフォームには、 ソニーの非接触型 IC カード通信技術、フェリックが採用されている。2007年、平成19年4月25日から会員募集を開始し、4月27日にサービスを開始した。IC カードタイプとファリサ搭載の携帯電話、お財布携帯に内蔵させるモバイルタイプがあり、IC カードタイプは単独カード、基本カードとも呼ばれるのほか、 クレジットカードやキャッシュカードと一体化されたものをはじめ、他社のカードとのジョイントカード、もしくは他社カードを親カードとし、子カードとして機能するものなど、多数発行されている、口述。名前の由来は、複数の音が調和してできる、和音。キャラクターには白い犬を採用、一般公募により、ハッピー和音、ハッピー和音と名付けられている、詳細口述。 前述の通り非接触型電子マネーとしては2007年スタートと後発に属するが2016年2月末時点における普及状況は累計発行枚数約5610万枚利用可能箇所約24万6000うち自動販売機や宅配便ドライバー端末が約13万4000箇所に上るまた2015年度の年間利用金額は 約2兆592億円となっている。2012年10月時点で、イオングループの商業施設を中心に、多数のグループ企業に導入されている、遠隔参照。イオン、マックスバリューの一部店舗に設置されている、セルフレジや、イオンモールインショッピングセンターイオンタウン内に、出店している、専門店テナントでも一部店舗を除き利用可能。導入店舗では、毎月の、 お客様感謝デー、原則20、30日やイオン九州の、お1と、クデーなどで、ワオン生産金額が5%割引となる特典が受けられる。当初できなかった、ワオン決済時のポイント加算とイオンオーナーズカードの、返金特典併用は2008年4月21日より、可能となった。2009年5月から2010年4月にかけて、 吉野家が導入したのを皮切りに、イオングループ以外の企業、店舗での積極的な導入が進められている。以下、主に、イオングループに属さない企業での導入例を示す。バスにおいては、スイカ、パスモなど、全国総合利用の交通系、IC カード、あるいは地域独自の乗車カードを導入する例が多く、利用できる例は限定的であるが、2018年秋に、 タクシーにおいては、2014年7月25日に、大和自動車交通が初めて導入した。その後、2015年6月15日に、SK タクシーグループのタクシー、2015年10月22日に、岡山市内の両備内グループ4社、岡山港、両備内タクシー、岡山タクシー、 両素ナイグレースタクシーが導入し、その後も導入する事業者が増えている。一般的な電子マネー同様、ファリサリーダー、ライター、R、W にかざすことで決済が実行される。決済完了時、マスコットの鳴き声という設定。口述やエラージ、残高不足などには、音で知らせる。通常、レジで複数の決済方法が可能な場合、口頭で、 決済方法の旨を伝えて処理を行うが、イオングループ共通のポス端末、東芝テック、テック製、以下、テックレイジが設置されている場合は、交通系電子マネー、四国地区は、非対応、ID、クインスプでも、決済可能な JR 東日本メカトロニクス、ジャラム製のファリス R、W を接続しており、客が併設されたピンパッドのボタンを押すことで、 どの決済を行うかを選択し、R、W にカードをかざす、という方式をとっている。最近になって、ボス端ン末、テックレジの一部、寺岡製工のセミセルフレジ、富士通フロンテック製レジでは、白い液晶画面付けのファリサ R、W、パナソニック製、ピンパッド一体型に交換されており、テックレジ以外は、ボタン選択の必要がなくなったが、 テックレージは引き続きボタン選択が必要。入金限度額は、イオンバンクカードとイオンカードセレクトが発行開始当初より5万円である。それ以外のカードは2万円でスタートしたが、2010年10月22日発行の、ユフインユフ、ワオンコーに発行された一部のものは、入金限度額が5万円になっている。なお、限度額2万円のものでも、 2011年3月10日以降、ワオンステーションで手続きを行うことによって5万円に変更することができる。手続きをしないカードは2万円のままである。そのまま使用しても問題はない。一度の入金可能金額は最大2万9000円までで3万円以上の入金は二度に分けて入金する必要がある。以下のような方法がある。ワオンカードプラスとイオンカード。 ワオに一体型のワオン部分は、そのカードのクレジットカード部分が、親カードになる。モバイルワオンは、あらかじめ登録してある、イオン銀行発行の各種インカード、イオン JMB カードを除くを、親カードとして、クレジットチャージが可能である。イオンカード、ワオに一体型のクレジットカード部分で、ワオン部分にチャージした場合には、同カードのワオン部分にワオンポイントが付与される。 ときめきポイントは付与されない。なお、モバイル和音へのオンラインチャージでは、同カードへの和音部分には、和音ポイントは付与されず、モバイル和音には音ポイントが付与される。JMB 和音カードビックカメラ JMB 和音カードモバイル JMB 和音は、あらかじめ登録してある JAL カード、ビューカード、小田急電鉄、シティカードジャパン発行カード。 および JAL アメリカンエキスプレスカードを除くを、親カードとし、クレジットチャージ、モバイル JMB 和音による、クレジットチャージを含むが可能である。三井住友カード和音、一部のベアグループ発行分、含む JP バンクカード和音は、あらかじめ登録してある三井住友カード、ベアグループ、ゆうちょ銀行の発行する、クレジットカードを親カードとし、クレジットチャージが可能である。 ただし、三井住友カード、ゆうちょ銀行のポイントは、付与対象外となる。和音加盟店での決済200円、消費税込みごとに、電子マネー和音ポイントが1ポイント付与される。200円未満の波数は、切り捨てとなる。ボーナスポイントが付く、商品以外では1回の会計が200円未満の、場合はポイントは付与されない。イオングループの店舗では、 特定商品を購入すると上記ポイントとは別に、ボーナスポイントが付与される。さらに、毎月15日から月末までは、GG 和音、UU 和音で、特定商品を購入すると、GG 和音ボーナスポイントが付与される。なお、後日の、お客様ワクワクデーなどのポイント返売の対象は、通常ポイント部分ついてのみで、ボーナスポイント部分は倍付けにならない。 JMBK 和音は、JAL マイルが貯まる、200円ごとに1マイル代わりに、電子マネーオンポイントは付与されない。また、オンで加算される、ボーナスポイントの代わりに、オンボーナスポイントの1、2が、ボーナスマイルとして付与される。マイル加算は、毎月10日20日、月末にまとめて行われる。当日のオンポイントまとめて、プログラムとオンポイント化の募金は、対象外となる。 ワオンが使用可能なイオングループの店舗では2008年10月15日から毎月5日15日25日を電子マネーワオンポイントが2倍となるお客様ワクワクデートしているただしイオングループ内でも一部対象外店舗もある土曜日と日曜日はに設置されているハッピーゲートに電子マネーワオンカードをタッチすると2和オンポイント JMB ワオンの場合は2和オン 電子マネーが付与されるワオンポイントカードは対象外。複数枚のカードを持っている場合、追加最多で10枚までタッチできる。年末年始、店舗、グループのセール期間や一部店舗のセルフレジ、限定時間帯などに電子マネーワオンポイントが2倍から5倍になるキャンペーンを行うこともあるボーナスポイントは対象外。他の倍付けキャンペーンとは重複せず、 3倍以上のキャンペーンが他にあるときは、そちらが適用される。イオンなどの一部の店舗には、リサイクルステーションが設置されており、持ち込んだ資源物の量に応じて、ワオンポイントが付与される。対象となる資源物の種類は、腰、1kg につき1ワオンポイント、ペットボトル、5本につき1ワオンポイント、紙パック、10枚につき1ワオンポイントの3種類で回収している。 資源物の種類は店舗によって異なる。一部の店舗を除き、ワオンポイントカードも利用可能。イオンカードセレクトの場合、紐付けされたイオン銀行からの月間オートチャージ合計金額に対し、200円ごとに電子マネーワオンポイントが1ポイントが付与される。また、この口座から電気料金、固定電話、携帯電話、 NHK 受信料への自動引き落とし一件につき5ポイントが、この口座への給与扱いでの給与振込みで10ポイントが付与される。これらのポイントは、翌月17日以降に合算して、ワオンステーション等で受け取ることができる。カーセブン、境引越しセンター、大東健宅のサービスを利用した場合は、ワオン決済以外でもワオン番号とコードの入力、または通知で、 ワオンポイントが付与される。ポイントを受け取るには、有効期限内に、イオン銀行 ATM、一部未対応の ATM あり、ワオンステーション、ファミポートで、チャージ済みのワオンにポイントをダウンロードする必要がある。JMB、ワオン、イオン JMB カード、モバイル JMB、ワオン、ビッグカメラ JMB、ワオンでは、提携先からのワオンポイントの付与はできない、大東健宅では、 ワオンポイント相当のチャージサービスは、イオンモールに入居する専門店やイオンなどのグループ内 GMS にて利用できるイオングループの共通ポイントサービスである。2016年6月23日にサービス開始、同時に現金払い等向けに決済機能がない共通ポイントカードであるワオンポイントカードの発行も開始。なお、イオングループ内でも スポーツオーソリティは半年遅れの12月14日に利用開始、ミニストップでは当初一部店舗からスタートし、全店対応は半年遅れの12月27日であった。イオンカードや2016年6月15日までに所有者登録のある電子マネー和音カード、和音カード、GG 和音、UU 和音など及びモバイル和音は自動的にワンポイントへ、 会員登録された。ポイントの付与方法、付与率は、電子マネーワオンポイントと同じだが、ワオンポイント会員登録済みの電子マネーワオン、カードは、ワオンポイント加盟店での月間累計利用金額に応じて、税込み500円ごとに1ワオンポイントが翌月付与、される月間ワオンポイントが新たに設けられている。イオンカードの場合、ポイント付与は、電子マネーワオン払いや現金払いに限らず、 スイカや守護カをはじめとした、交通系、IC カード、商品券などでの支払い等も対象となる。ワオンポイント加盟店にて、ワオンポイント会員登録済みの電子マネーワオンカード、およびモバイルワオンで決済した場合は、電子マネーワオンポイントではなくワオンポイントで付与される。たまった、ワオンポイントは加盟店レジで、ワオンポイント利用の旨を伝えれば、値引きに利用できるほか、 ワオンステーション等で一旦ダウンロード電子マネーワオンポイントに交換した上でコマネーに再度交換して利用する。会員登録は JMB ワオンを除くすべての電子マネーワオンカードで可能である。会員登録後にスマートワオンウェブサイト上でカード追加の手続きを行うことでワオンポイントカードを追加登録してワオンポイントの一括管理が可能である。一括管理に 関しては、ワオンポイントカードで会員登録し、JMB ワオンを除く電子マネーワオンカードをカード追加すことでも可能である。なお、ワオンポイントカードの導入に伴って、株式会社ダイエーが展開していた、ハートポイントカードが廃止された。2018年3月1日からは、イオングループの店舗、一部対象外の店舗ありで、 電子マネー和音を利用した場合に付与されるポイントが和音ポイントに変更となり、それに伴ってレシートの和音取扱表の表記内容や和音、ポイント約款は変更となった。複数のカードの和音、ポイントを1枚のカードに合算させることができる。合算手続きは自身で和音ステーションにより、画面の指示に従って操作することで行う。 合算元のカードは所有者情報の登録の成否は問わないが、合算先のカードは所有者情報が登録されていることが前提であるカードか、購入後に所有者情報を登録したカードに限られる。なお、JMBK 和音は、合算元、合算先いずれも対象外、前日、提携している他社のポイントを電子マネー和音ポイントに交換することが可能で、 交換したポイントを利用するときには、さらに電子マネーに交換する手続きが必要であり、イオン銀行 ATM、一部未対応の ATM あり、や、ワオンステーション、ファミポート、ミニストップのレジなどで、あらかじめポイント交換、交換は1ポイントを1円相当として100ポイント、以上、100ポイント単位を行ってから利用可能となる。また、電子マネーワオン、ポイントを、 定形他社のポイントに交換することも可能であるが、このサービスは、追加ポイントのみに止まっている。可能ポイントの交換先や、交換条件などについては、和音公式サイトを参照。2008年、和音が全国展開された年より、所有者情報登録済みの和音、ご当地和音を含むというう和音で、和音、ポイントを使った募金が可能となった、受付は、 募金受付期間内の1ワオンポイント以上、1ワオンポイント単位で募金が可能で、ワオンステーションにてポイントを預け入れる手続きを済ませ、ワオン公式サイトで寄付、募金申請を行う。モバイルワオンの場合は携帯電話の通信機能を利用して、預け入れから申請まで、その場で行える。なお、JMBK ワオンでの募金は、前述した理由によりできない。 過去、東日本大震災復興支援募金、熊本地震緊急支援募金などが行われ、2005年から、イオンが、日本テレビ系列のチャリティー番組、24時間テレビ、愛は地球を救うのスポンサーになっていることもあり、同番組のチャリティー募金も可能となっている、募金できるのは、募金受付期間のみ。基本機能は同一であるが、発行形態や、 発行条件などによって種類がある。東北復興支援和音、ディズニーデザインの4カードを除いて、カードのどこかにマスコットの和音が描かれている。ファリサ、お財布携帯機能を有する携帯電話に和音の機能を与えることができる。利用者は専用アプリを携帯電話にダウンロードし、起動後、利用登録する必要がある。標準型カードに相当するモバイル和音と、 JMB 和音カードに相当するモバイル JMB 和音の2種類が存在する。なお、両者を同時に設定することはできず、変更したい場合は一旦退会する必要がある。2008年3月1日から NTT ドコモ、2007年から先行対応 AU ソフトバンクの3社の端末で利用可能になった。 スマートフォンでは2010年11月24日からお財布携帯対応機種で利用可能にな。2012年4月にはスマートフォン用のアプリがバージョンアップされており、新たにウィジェット機能に対応した。なお、バージョンアップ後のアプリは起動時に和音の鳴き声、決済音と同じが出る。また、iPhone については i p h o n e 四と i p h o n e 四 s においてソフトバンク BB、現、 ソフトバンクコマースサービスがソフトバンクセレクションソフトバンクセレクションブランドで発されていた和音用電子マネーシール 4iPhone4 を背面に貼り付けることで対応できる特定の地域のみで発行される通称古当地和音古当地和音が存在する古当地和音には大きく分けて地域通貨地域ポイントとの一体型と売り上げの一部が 地域の子育てや自然環境整備に寄付される地域還元型の2種類が存在する。和音としての機能は通常の和音カード、単体型と同様で全国で利用可能。地域カードの一部の種類はイオンリテールウーニへのオンラインショップ、イオンショップでカードと各種和音グッズ、ぬいぐるみ、絵本、文具などのセットにて販売、カードのみの単品販売内されており、 このセット品であれば全国で入手可能。なお、2011年11月25日より一部の店舗を除き全国発売されていなかったご当地和音の発売が開始された。具体的なカードの種類及び機能、寄付先等については公式サイト内の和音を選ぶカード検索参照。なお、東北、北陸地域の鍵盤カードの一部には フェリカポケットマーケティング、かつては、高裁道などが提供する、ポイントサービス、マルットの機能が付加されており、利用には、対象となるカードを用意の上でマルットのサイトから用、登録、里面左上の和音のカード番号の他に、左下に、FP で始まる12桁の英数字の番号が、記載されているが、この FP は、ファリサポケット、ファリサポケットから取ったものである。 仕組みとしては、フェリカポケットマーケティングが開発した機能が搭載されており、対象となるカードには、カードの発行元も、フェリカポケットマーケティング株式会社が併記されている。2015年5月18日、日本プロサッカーリーグ、J リーグ所属クラブと提携した、サッカー大好き和音の発行が発表された。和音としての機能や仕組み自体は、 ファリサポケット付き地域還元型統治、ワオンと同様で、カード名は、大好き、クラブ名ワオンで統一されている。2015年の湘南ベルマーレ、モンテリオ山形、北海道コンサドーレ札幌、ベガルト仙台の4クラブとの提携を皮切りに、2017年5月19日現在33クラブと提携を行っている。なお、同じくファリサのシステムを用いている。 ワンタッチパス、J リーグ全試合対象観戦記録システムには、基本的に、期待応となっているが、イオングループのマックスバリュー西日本がスポンサー、取っているレノファ山口 FC では、2017年シーズンから、サッカー大好きワオン、大好きレノファ山口 FC ワオンの機能を搭載した、ワンタッチパス対応シーズンチケットを発行している。ベガルタ仙台のカードについては、 上述した宮城県版のご当地和音同様、マルットにも対応している。以下のイベント等とコラボレーションしたオリジナル和音を発行している。公式マスコットキャラクターは、和音、通称という名の白い犬である。公式 HP によれば、工房によって決まった本名はハッピー和音、ハッピー和音。サービス開始日の2007年4月27日が、 青年月日でエレクトロニックマネードッグという犬種でポイントを集めて泣くことを専門とし趣味は買い物という設定であるイオングループのロゴにある輪を彷彿とさせる不思議な赤い首は首からは離れて宙に浮いているが特徴前述の決裁音はこの和音の鳴き声という設定である公式 HP のプロフィールにはエリンという友達メス犬 初登場は2周年記念のカードであり、イオンリテール発行の大阪ミュージアムワオンにも描かれているや、飼い主一家が描かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。